神山隆之選手です。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、近況ご自身での調子とかってどうでしょう。はい、コンスタントに決勝は乗れてるんで、うん、はい、やっぱり流れも、はい、いいと思います。そうですよね。はい、決勝にも、あ、本当にあの常連みたいな感じで乗ってます。常連がどうかですけど、はい、乗れてるんで、自分的にはいいなと思ってます。ただ本当に意外なんですけれども、まだ今年は優勝がないですね。はい、2着がちょっと多くて、はい、あとちょっとっていう手応えだと思います。そのあとちょっとのところって自分ではどんなところだと思います？やっぱりまだ流れに乗れてないっていうか、はい、躊躇してしまう部分があるんで、それでうまく、はい、大胆に攻めれてないっていう感じですか。じゃあその辺をこう大胆に変えていったらいいかなって感じですか。はい、そうだと思います。どうでしょう、自分の得意なこうレースのパターンというか、自分のペースに全部巻き込んじゃえば、はい、それで自分の出しレースすれば勝てる感じなんで、はい、自分のペースで出たらいいですね。今回の大宮までの練習とかどうですか。はい、前回強化からがっちり空いたんで、うん、オーバーワーク気味なぐらいがっつり練習はしてきました。ということは今回もちろん優勝を狙って。はい、優勝を狙います。では改めてあのファンの方にメッセージをいただきたいと思います。はい、3日間自分らしく流れに乗ったレースをできるように、頑張ります。よろしくお願いします。